トヨタ2台燃料電池車、エンジンはありません。いやかっこいいよこれ。社長になってきて、社長エロエロスイッチで倒されてます。北海道でやってただろう。これ楽しい。なんかトヨタのロールスですよこれ。トヨタのロールス。他にないならここに来い。車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 この車はなんだ、これ何ですか、これどこのメーカーだ。この形を見ただけで、メーカーパッと思いつかない。外車かなぐらい。あ、外車みたいなイメージ。外車。顔は顔。あ、トヨタ。ああ、トヨタっぽくないですね。そうなんだよ。あ、確かにトヨタっぽくはない。パッと見ベンツか BM かなんかジャガーかみたいな、こんな個性的な顔してますからね。すごいですね。これはさ、新しいのデビューが2020年冬ですね。これ出た時 FF だよね。あ、そうですね。先代がね、初代が出た時は2014年で FF でした。これ未来から来た車。鉄腕アトム。そんな未来ですか？お前普通に信じるな。で、まあこれ2020年秋にフルモデルチェンジして2代目になった未来なんですが、まあ土屋さんね、ご存知のように燃料電池車です。そうだよね。ね、水素じゃない。水素で走る燃料電池。燃料電池知ってますか？なんとなくわかりますよ。燃料電池だぞ。燃料電池。水素じゃないんですか？水素だよ。水素だよ。なんかありますよね。水素を入れるスタンドみたいな。ある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 。あれ見たことあります。そう、まあどういう車かというと、水素を入れて走る。今おっしゃったように、さくらさん昔理科の実験で水の電気分解ってやったの覚えてる？なんとなく。北海道じゃやらねえだろ。やりますよ。地域関係ない。関係ない。僕ら長野なんでね。長野はやりましたけど。長野は普通にやるよ。普通にやりましたけど。北海道だってやりますよ。お前北海道なんて大湯と同じところだろお前。あんなとこでそんな理科の実験やらねえだろ。やりますって。大湯と一緒の札幌だからさ。なるほどね。そうで、水の電気分解はこう水を入れたところにバチッと電気を流すと、化学変化して水素と酸素に分かれますというのが水の電気。この車はその逆なんです。水素と酸素を反応させると水ができて、プラス電気が取れるとっていうのをこの車の中でやってます。でその電気を使ってモーターで走る車です。それが燃料電池。エンジンはありません。エンジン証拠を見てみますか。エンジンない。何入ってるんですかじゃあ。発電機。発電機。そうですね。でこれはね、FC スタックとかって言うんですけど、これが電気を起こす装置ですね。水素と酸素で。これが東京電力だよ。東京電力がここに入っちゃってるんですね。そう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 。マジか。そうですね。発電機だ。このカバーとかね、ちょっとエンジンっぽく見せてるんですね。そうなんですけど、これ電気を起こす装置が入ってますね。もう見てくださいよこのね、高圧オレンジの高圧ケーブルなんですけど、この数ハイブリッドカーでもこんなに高圧ケーブルないですよ。ないないない。ああ、すげえな。すごいですね。今時の車ね。進化してるね。そう、QL セル、まあこれね、燃料電池ですね。QL セル。で、あとこうトヨタのエンブレムが青いのは、基本的にハイブリッドカーなんですけど、まあ、これもねバッテリー積んでるんで、まあ、ハイブリッドカーではあるんですけど、まあ、燃料電池車ですね。じゃあ重いね。2トン。ああ重いね。2トン、すごい。やっぱバッテリー積むと重いんだよ。重いですね。あとほら、あとね、この車って車体がでかいんですよ。でかいでかい。まあもう閉めます。なんと全長5メーターあります。全長5メーター。でけえ。全長5メーターって相当でかいし、全幅もね1885あります。でかいんですよ。 S クラス BM の7、うん、そうそうそう、まさにそれ。そうだよね。だって先代に比べると85ミリ長くなってる。長いね。で先代よりで70ミリ幅広になってます。なんでこのね、車格を上げたかったんですよ。だから今言ったように BM の7とかね、 S クラス並みので、これ実はね、プラットフォームは、はい、GA-L っていうトヨタのプラットフォームを使ってるんです。GA-L。それはどんなプラットフォームかというと、クラウンにも使ってるタイプなんですが、あとクラウンの他にもレクサス LS にも使ってるプラットフォームなんですよ。で、どっちかっていうとこれクラウンはナロー版、幅が狭いやつで、レクサス LS は幅が広いワイド版なんですけど、これワイド版を使ってるんで車体構造とか骨格は LS なんですよね。はあ、なるほどね。いや、かっこいいよこれ。そう、かっこいいですよね、スポーティーな。だってクーペタイプのセダンだもん。で、先代はね背が高かったんですけど、これ背もねなんと 65mm 低くなってます。なんで伸びやか、ほんと伸びやかですよね。これ何なんですか？あ、いいところに気づいた。これはですね、普通の未来にはこれについてません。ただのフェンダーになってます。こんななんかつけた感は普通の未来はないんですが、この車は自動運転で1個手前の装置がついてまして、そのライダーを入れるためのスペース、ライダーっていうのは周りをね、人間の目みたいな感じで周りの状況を認識する装備なんです、設備なんですけど、それを入れるためのスペースが空いてます。今はついてません。でこれね、もう少しすると、もう少しいつかは分かんないんですけど、将来的にはタダでトヨタがここにつけてくれます。ライダーすごい高価なメカなんですけど、これを入れてくれるんですが、それでさらに高度な自動運転に近いものが、もしくは自動運転ができるようになるんですけど、そのための準備ですこれは。なるほどね。でこれはもうここにフェンダーのところにこれがついてるのは、そのアドバンストドライブっていうんですけど、その装備がついてる自動運転みたいな高度なのが内蔵されてる車だけですこれ。はあ。そう、いやでもかっこいいわ。80万するの、80万。80万するんだけど、ここライダーってものすごい高いから、その割には安いって言われてるんです世の中的には。土屋さんね、見てくださいよ。かっこいい、かっこいい。タイヤサイズ、タイヤでかい。19インチのタイプと20インチのタイプがあるんですけど、これは19インチですね。でかいよ。でKがとにかくでかいじゃないですか。でかい、でかい。なんででかいかっていうと、水素の燃料タンクを中に積んでるんですけど、それを積んでもクリアランスを稼ぐためにフラッシャシーの位置を少し上げてるんですよね。そのために大きいタイヤ履いてます。もう SUV みたいですよね、この系ね。いやでかいよ、うん、後ろも綺麗、シュッとしてて綺麗。クーペ風、クーペだよね。アウディの A7 みたいな雰囲気ですよね、軽快な。はい、いやとっても綺麗なフォルム、うん、後ろもなんかすっきりしてていいよ。すっきりしてますね、うん、狭っ。正直あんまり広くないですね。もっと大きいかと思います。そうそう、車のそうでしょ、はい、そうそうそう、まさに。うん、バッテリーだ。なんでかっていうと、そうなんです、この奥にバッテリーが入ってるんですよね。レアシートとトランクの間にバッテリーが入ってて、プラスこの下には水素のタンクがあるはずなので、そんなに荷物積まないからね。はい、そうですね。はあ、ちょっと2列目乗ってみよう。はい、高級車だよ。そうですね、はい。もうクラスはこれ本当にレクサス LS 並み。そうだよね。なんで、しかもこれはですね、エグゼクティブパッケージというのがついてまして、後ろにね、そこの電源、そうポチッと押してみる。いろいろついてますよ。ほら。すごい。そう。ほらすごい。楽しい。いいんじゃないの？ほら。シート、それからベンチレーション、エアコン、オーディオもそこで操作できますし、あとはシェードも。ああ、なるほど。ついてますしね。まあ居心地は後ろいいですよね。めちゃくちゃいいです。全然いいよ、高級車。すごい優越感がすごい。いや USB がついてるでしょ。で100Vもついてるでしょ。はい。いいよ。これすごいですね。うん。後ろ後席快適よ。快適ですね。広さも十分。シートの角度なんかも良さそうですね。ああ、いいよ、全然いい。とってもいい。楽です。うん。先代はあれですね。高い位置に座ったかな。あと思いますし、あとは。2人掛けだったんですよ、左右真ん中に人座れなかったんですね。でなんでかっていうと、重くしたくなかったからなんですけど、新型はやっぱり5人乗れた方がいいっていう声も大きくて、5人乗りにしました。いいよ、2列目いいぞ。なかなかね、なんか社長になった気分。社長、土屋さんなった気分じゃなくて、土屋さん社長じゃないんですか。社長名ばかりの社長。こんなところデザインも洒落てるわ。これ多分あれかな、水のがこう水滴が水面に落ちたイメージ。はい、これ水がね、大きくこの車影響してるんで、影響してるっていうのは水が大事なんで、水しか出ないからね。まずそうなんです。すごい水が出てくる。意味わかんない。北海道の水道の水より綺麗で。そんなにですか。飲めるよ。飲める。早く困ったら後ろから飲んでる。YouTube 動画でこの燃料電池車から出てくる水だけでキャンプするとかっていう動画あるよ。まあトヨタは推奨してないんですけど、理論上は飲める。そうだよね。はあ、ちょっと前に乗ってみよう。あ、ここにも収納ついてますね。いや、ほら、いっぱい入る、いっぱい入る。そうですね。ちゃんとね、中も起毛になっててね。いいね。高級感ありますね。いや、いいよ、いいよ。じゃあ前どうぞ。まあ今時の車なんでね、もうナビ画面もでかいし、モニターもメーターもでかいしね。12.3 インチ。はい。本当だ、大きい。もうさくらさんどうですか、この車の雰囲気は。なんか乗っただけでお金持ちになった気がします。全くだ。その通り。確かに。室内の作りもね、すごくよくできてる。ドリンクホルダーここでしょ。で物を置けるでしょ。携帯ここで充電できるでしょ。ここで充電できるんですか。置くだけでね。置くだけ充電。すごい。うん。で全然操作性もいいでしょこれ。そうですね。手届きやすいですね。そこね。そう。で、桜さんね、やっぱ好きな。ちゃんと物理スイッチがねついてます。タッチパネルもできますが、物理スイッチもちゃんとついてると。こう両方あるのがいいね。両方あるのがいいですね。そうですね。あ、でもこの位置だとさ、正面見ながらこう目をちょっと目線を落とすだけで操作できる。俺はこういう方が好きだけどね、触った方がね。いいじゃん。優雅な感じがありますよね。この辺のねデザインとかも、もうスパッと直線にするんじゃなくて、なだらかにこうおしゃれね、曲げてるっていうのがいいですよね。これはおしゃれ。他に見たことないです。ないないない。なかなかおしゃれ。この H2O、 それね、水ですね。それを押すと、例えば立体駐車場とかに入れるときに。オーナーが意図しないところで水が出て、下の車を濡らしちゃったりすると申し訳ないっていう日本人ならではのこう精神があるのがその H2O ボタンで、そこを押すと水を先に出すんですよ。あ、なるほど。排水してから、そうそう、機械式立体駐車場に入れたりとか。すごい。心配り。なんか通称おしっこって言われてるんですけど、そうそう、車から水が出てくる。そう、なるほどね。そうなんです。いや、これ高級感あるわ。そう、ここにほら変なスイッチがあるんです。押してみてくださいよ。これゆっくり下がる。エロいエロエロスイッチだよ。あ、倒されてる。倒されてます。土屋さんに倒されてます。こんなことお前北海道でやってただろう。やってないです。お前札幌でこんなことやってただろう。こんなことしたことないです。ご感想を一言。さくらさん。すごい寝れる。俺は寝れるよ全然。寝れる。快適。いや、このスイッチはいいよ。いい。このエロスイッチ。このゆっくり下がっていく、ゆっくり上がっていく感じが良いですよね。心の準備をさせる。あ、確かに。これね、正確に言うと本来の使い方は、これはね、後ろに偉い人が座った時に足元を広げるために後ろから手を伸ばしてフロントシートを操作できると。なるほどね。足元、後ろの人が足元を広げるためのスイッチなんですよ。本来の使い方。まあ土屋さんはちょっとなんて言うんだろう、かなり曲がった使い方を。俺はエロスイッチね。でもとある自動車メーカーというかインポーターの候補の人が言ってたんですけど、その方はですね、電動よりも機械でバッタンで倒した方がいいって言ってましたね。電動だと間が持たない。そうだね。一気にバタンで倒しちゃうと心の準備ができないまま頭が真っ白になるからさ、その方がいいんだよな。そう、電動だとね、この間がちょっと持たないって言ってましたね。それは言えてるね。という話でした。はい、乗ってみよう。ですね。いや。もう簡単だ。はい、駐車オッケー。そうじゃないんですよ、土屋さん。ここに入れるのね。そこに入れるんですけど、はい。振るところからね、車が勝手にやってくれるんで。まっすぐつければ大丈夫です。まっすぐっていうか、なんていうの、真横に対してこう真横に、はい、そうですね。このぐらいでこのまままっすぐ下がってみてください。はい、まっすぐ下がってください。下がるの？はい、まっすぐ下がってください。はい。で、ですね、もうちょっと行きましょうかね。ブレーキ踏んで、でそこで P をしてください。はい。反対だな。そうそうですそうです。そこ、はい。そこで、はい。で、解消してください。あ、ブレーキ踏んだままですね。はい、それでもう一回最初からですね。P をもう一回最初からパーキングを押して選んで、それで開始をはいはいで始めます。おお。あ、だからさ、バック下手なやつにはいいね。そういうことです。うん。そういうことだし、これねでもね自分でいられるよりやるよりもね、このぐらいの精度がとスピーディーさがあれば結構使えますよ。昔はやりづらかったんですけどね。すごい。すげえ。すげえ。あ、これは欲しい。アドバンストパーク。すげえ。でこれね、ほら入りましたよって言って、周りをちゃんと見せるっていう演出。これは欲しいな。さくらさんいかがでした？めちゃくちゃいいです。これ未来でしょ、こんなの。はい。未来だね。未来でしょ。でこのシステムのすごいところは、まあ正確さ、それからスピーディーさ、で簡単さ。土屋さんね今でちょっと初めてなんで少しこう説明しながら時間かかっちゃいましたけど、2回目以降はすぐできると思います。でプラスですね、昔のこういうシステムってハンドルだけをサポートしてくれたんですよね。なのでブレーキを踏んだりとかシフトの入れ替えは自分でやらなきゃいけないんです。でも土屋さん今やらなかったんですよね。何にもしてない。足もやってないですよね。何にもしてない。ハンドルだけじゃなくてブレーキ操作もシフトチェンジも車が全部やってくれます。で最後はパーキングに入れてくれます車。これはいい。っていうのがこれです。アドバンストパーク。これはすごい。今時のトヨタ車はですねどんどんこれ広まってますから。いやこれは良かですよ。はい。ナイス。はい。はいじゃあ走り行きましょう。はい。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存じないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかねあります。本当に本当に調べてみて、車を買う時はね使ってみてくださいよ。本当車選び .com で検索。愛車のお値段すぐわかる車選び .com。 滑らかですね。いいね。水素ですね。もうこれね動力は全部モーターが作るので、車の動き自体は電気自動車と一緒ですね。そうだよね。はい。出力がモーターが182馬力、でトルク300ニュートン、まあ 30.6 キロあるんで、まあ排気量3リッターぐらいですね。NA でいったら NA エンジンでいったらね。はい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 。でそれをモーターならではのこの踏んだ瞬間から来るっていうのがこの車の醍醐味ですね。いやいいよこれ。高級車だよね。静かしかし高級車。静かですね。派遣です。派遣です。派遣です。来ちゃいました。これでみやびの椅子を取ったな。殺されるみやびに。静かだし乗り心地がいいですね。乗り心地めっちゃいいわ。めちゃくちゃいいね。しっとりしててこれはおトルクあるじゃん。楽しいこれ。ねトルクもある。すごいですね。いやこのギャップの路面の入力はベントレーとかさ、ロールス並みじゃない？ね素晴らしい。いやこれトヨタのセダンで一番いいかもしれない。いいと思う。いやこれは入力はいいな。優しい。優しい。とっても優しい。これかなりいいよ。これ路面のね今みたいな段差をね段差っていうか端と端の継ぎ目を乗り越えた時の収まりがすごいですね。衝撃が全くない。でこのスーッと走るようなねモーターならではの感覚があって上品ですよね。上品。俺みたいだろ。そうですね。今間があっただろ。派遣。そうですね。今間があったぞ。1秒ぐらい。ありましたっけ？ありましたっけ？いやこれはいい。これいいですね。これはいいわ。静か。静か。これ快適性。お前じゃない。私の名前と一緒。お前じゃない。いや静か。てか外の雑音が入ってこない。入ってこそう。確かに。遮音性がすごく高い。そうですね、別世界ですね。でこれね、うん、走行モード切り替えがあるんで、ちょっとパワースポーツモードにスポーツね、スポーツにしました。はい、そうモーターだからグッと踏んだ瞬間からグッと取るきますからね。グッとくるよ。うん、モーターのいいところはそこだよね。一気にトルクがかかるっていうさ。だからこういう合流なんかすごい楽なわけよ。グーって踏んでさ。これ楽しい。これちょっと2トンとは思えない。思えないな。しかも滑らか、荒々しさがなんて全くない。これだけ G が伝わってくるのに荒々しさがない。そうだからロールスみたいな感じですよね。ロールスもこうですもんね。そうそうそう、すっごい速いのになんか全くそのね、荒々しさがない、ドカーンっていうのがない。そう、そうですね。ああ、まあ、トヨタのロールスですよ、これ。うん、トヨタのロールス。そんな感じ。だからもう、燃料電池がどうのこうのっていうより、まあ、そういう車の完成度って、なんか語れますよね。まあ、時代は電気になっていくんだけど、水素っていう考え方もありだよね。そうなんです。水素がですね、電気に比べていいのは、すぐガソリンみたいにすぐ充填できるんですよね。数分で。そうだね。早いんですか。早い。はい。ガソリンと同じぐらいの感覚で、で今ね、実際水素スタンドの数ってね、130箇所ぐらいらしいんで、あんまり多くないから家の近所にないと不便なのは事実なんですが、ただバッテリーのね EV と違って何時間もかかるっていうのはないので。3分ぐらいで満タンになっちゃいますから。で満タンでどのぐらい走るかというと、これカタログ値でですね、まあ未来の一番長い走りのグレードが850キロ。850キロはすげえよ。まあ実燃費でまあ大体600キロとか走るので、そうするとまあ今600キロっていうのは高速でね、流れで走っての話ですけど、そうすると東京大阪間はこなせると。そうだね。十分すぎる。ああ、それはそうだ。っていうのがこの新型の売りですね。いや、すげえ。航続距離が伸ばした。トヨタのベントレー。コーナリングも今滑らかでしたね。まあでもカットバスとやっぱ重いよ。あ、そうか、土屋さんもガンガン攻めてみたんですよね。軍祭で全開で走ったの。そうですね。その時どうでした？パワー感とかはどうでした？トルクはある。ただやっぱり2トンあるからさ、重いんだよね。そうですね。だけどこんな車で飛ばすやついないからね。確かに。ちなみにね、前後重量配分は50対50だそうです。すげえ。スポーツカーじゃん。スポーツカーみたいですね。であとですね。それはすごい。最高速はですね、約175キロだそうです。十分でしょう。もう乗り心地最高。ね、乗り心地がすごいな、これいいな。本当いい。いやもう今考えられる究極の形って感じですね、これね。快適性。そうだね、快適だね。めっちゃ快適。水素の自動車初めて乗りました。あ、そっか。はい。うん。まあなかなか乗ったことある人世の中にはいないかもしれないですね。世界で作れるメーカーが4社ぐらいしかないんで。そんなに少ないんですね。中でもトヨタは世界で初めて一般向けに。水素燃料電池の車を市販したのがトヨタですね。ああ、なるほどね。あとはホンダ、メルセデスベンツ、それからヒュンダイですね。作れる技術を持ってるのは。だから市販すごいじゃん。ヒュンダイはね、そうなんですよ。市販してるんですね。今日本でもね買えるようになりましたね。それはすごいわ。水素ってあれなんですよね。日本のエネルギー戦略上もですね。結構重要な意味があって、なぜかっていうと日本はね資源がない。おお、めっちゃいいわ。いいですね。めっちゃいいわ。滑らか、加速も滑らか。そうですね。品のいいトルクだよ。そうグワーじゃなくてスーっていく、なんかこう品のいいトルク。でさっきの話の続きなんですけど、日本はですね資源国じゃないので石油が取れません。だから海外から頼るしかないんですけど、水素の場合は日本国内で作れるので、ああそっか、そうやっぱり戦略上、今後のエネルギー戦略上ですね、重要な意味を持ってるんですよね。重要だね。ああ、そうなんです。でガソリンを使わなくていいっていうのがやっぱり日本には強いね。そうなんですよ。向いてますよね。でこれ例えばね、太陽電池で起こした電気を使って水素を作って、っていうこともできるんで。へー、すごい。すごい。ああ、それはすごい。そういうことができたりとか、あとは工場からですね、こう、水素ができて捨ててるっていうのもあるんですよ。で、そういうのをうまく使えばものすごくエネルギーをうまく回せるんじゃないかと。再利用みたいな。そう、再利用的に。そうっていうね。地球に優しい。そう、明るい未来が。ガソリンと比べて水素ってやっぱり費用は全然。これね、でもね、実は水素の価格っていうのはですね、今ね、戦略的なもので、はい、原価とかを考えてないんですよ。で、どういう基準で作ってるかっていうと、大体、はい、クラウンに乗ってるのと同じぐらいの燃料代、うん、で走らせることができるようにっていう価格に設定されてます。で今ガソリン高いじゃないですか。高い。そうなると水素のが安かったりするんですよ。ああ、そっか。同じ距離走るなら。はい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 。そうだから、そうだから今は実はね、トヨタはね、水素売りど押し時なんですよ、うん、ガソリンが高い時はこっちの方が安いんです。水素の方がずっと値段を安定して提供できるようなイメージ。そうね、値段ガソリン価格に左右されずに作れるからね。そう。ガソリンはさ、輸入しなきゃいけないから上がったり下がったり。そう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 。で今もう戦略価格で採算度外視でやってるので、水素の販売は本当これはいいよ。派遣さんの名前の通り静かな車でした。私にぴったりの車ですね。はあ。いや、いいわこれ。で、先代はね、なんかもっと何の音だろう、なんか機械的な音がもう少ししてたんですけど、新型になって本当静かになりましたね。いや、遮音性もすごいよ。遮音性も相当気を使ってますね、これは。まあクオリティはね、レクサス LS レベルなんで。いいな、もっと乗ってたいこれ。お、じゃあこれで北海道まで行っちゃうか、実家まで。フェリーで。大洗からフェリーかな。いや、これはさ、そういう車だよこれ、本当に。寝てたら北海道に着きましたっていう車だよ。いや、リアシート本当ね、よく寝れますよこれだったら。いや、快適だよこれ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 この未来、土屋さん、なんかもう上質なセダンのど真ん中って感じでしたね。トヨタのベントレー、いやトヨタのロールス、乗り心地が素晴らしい。いや、セダンとして完成度がすごい高い、そんな感じでしたね。どうよ、すごい高級感がすごくて、ダンボ好きの女からしたらどうよ、こういう。いや、こういう車もいいなって思っちゃいました。なるほど、はい、いい乗り心地がもう本当優しい。ずっと乗っていたい感じで、この車ね、土屋さん、まあ、2代目なんですけど、初代とはね、まあ、名前が一緒、それからセダンということは一緒、あとはまあ燃料電池っていうこの3つは一緒なんですけど、もうボディサイズも違うし、上級感も違うし、駆動方式も違う。そうだね、FF だったの FR にしたんですから、で中身ももう断然性能アップしてる、まあなんていうんだろう、もうリセットですね。名前その今の共通項以外は全く別の車になったという、そうだね、イメージでいいと思います。710万円からなんですよ、ベーシックグレードから上はね840万ぐらいかな。まあそれはしょうがないね。しょうがない。先代に比べて車格が先代より上がったって説明したじゃないですか。にもかかわらず実質値下げなんですよ。もう性能が上がってる、車格が上がってる、ナビも標準装備なのにベーシックグレードなんかは先代より安いですから。800万で、710万のやつ。ああ、710万ね。そうなんで、プラス燃料電池車は補助金が下りるんです、皆さん。で、補助金を使うと大体クラウンと同じぐらいの値段、500万円台。ああ、めっちゃいいじゃん。そしたら500万円台で LS のクオリティですよ、すごくないですか。すごいすごい。実は安いんです、この車っていうのを皆さんに知っておいてほしい。ただ家の近所に水素ステーションがないと辛いね。ちょっと辛いです、それだけは間違いない。あとはこの大きさが入る駐車場がないとダメ。確かにね、ですね。立中は入んないでしょ。立中入んないです。マンションも割と大きめのマンションじゃないと入んない。そう、まあ機械式立体は新しいところだったら大丈夫だと思います。新しいところね。新しいところは多分今新しいのだと長さが 5.5、前幅がまあ、1900とか2メーターぐらいまでいけるのもあると思うんで、うん、そういうところだったらパレット乗ります、うん、でだからトヨタなんかは割とタワーマンションの人に売りたいみたいですね。新しいなんでかっていうと、ああいうところの人たちって、まあ、ゆとりがある人が多いんですけど、うん、EV を買おうと思っても、うん、家で充電できないから EV を買えないんですよ、うん、そうだね。でもこれなら買えますよと。で都心のね臨海地区のタワーマンションだったら、うん、水素ステーションも近くにありますよと。あるっていう、皆さんそういうところに住んでる皆さん、ぜひどうぞ。まあ金持ちだな。そうですね、うん、やや金持ちじゃないと乗れないわな、うん、まあ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 、でもいい、うん、俺はレクサスよりこっちの方が乗り心地がいい、うん、ちょっとびっくり、ね、いかがでしたさくらさん。なんかお金稼いで買えるようになりたいなって思いました。お前ランボでしょ。マクラーレンでしょ。え全部買えます。それをさ、わざとらしい言い方やめる。買えないですもん、ランボルギーニまでは。そうだね。これだったら頑張ればなんとかなる。頑張ればね。一生かければ買えるかもしれない。そうね。10年ローンとかだったら買えちゃうかもね。ね、ということでよかったらいいねをしてください。あとは登録もお願いします。バイバイ。